どうせリアクターが来て波動砲が来る流れなんでしょ。なんだやんのか。どうせリアクターが来て。やっちゃいやっちゃいやっちゃい、大丈夫大丈夫大丈夫、やっちゃいやっちゃいやっちゃい。なんだろう。なんで聞こえてんだてめえ。いやちょうど聞こえてましたよ。そんなバカな、恥ずかしい。ああ僕スパイで八山が目の前で切りました。ちょっとリアクターがなんかないとちょっと波動砲が打てないっすよ。なトッシーさんお願いだからサボ入れて。トッシー、トッシー入れろよ。ぼーっとしてねえで、サボ入れろよトッシー。勝ってたのにどっちか。最悪や。しゃあ次行くぞ。お願いします。カムロからインポスターやらせてください。神様、神様、どうです？ダメです。お願いします。ダメクルーです。近いなぁ。嘘っぽいなぁ。またうわぁ近いなぁ。友人へか。何なの役職。私ですか。うん、何だと思いますか。わかんねえから早く教えろって言ってんだ。おめえに、早おめえに教えるかよ。いいボタン、いいボタンかよ。はい、いいボタン。うん、え、押してみたかった。待って、いいボタン、それなんか、ポンズさんからお前の役職教えろよって脅されてます。さあ、京子に殺されかけてます、僕今。いいえ、いいえ、カチ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 って言ってない、言ってない。怪しいですね。逆逆なんなら怖いな。怪しいですね、お互い。ロラで。わかりました。諦め早くね。泳がせます。判断が早い。早い。おい、インポスターなのか？違いますよ。何なんですか？せーので言いましょう。わかりました。せーの。イカです。クルーメイトです。え、なんてイカです。え、なんて？イカ。こりゃマジぜ。たてさん、あんた何なんだよ。せっせとタスクして。この仕事人が。違うよ。違うな。何なんだよ。何なんだよ。マガジナーやった。え？あれ？おじさんすぐちょっと前に通っていたけど。任せてください。よくやった。ナイス？え？ナイスってこと？ナイスってことだ。トッシーさんくのいちっていう通報が入ったんでね。もう毎回こんなんじゃないですか、もう。やっぱりそう。判断が早い。多分ね。判断が早い。多分くのいちです。なんかアーカイブはいたんですよ、はてな。でタスクやってたらなんか下からトッシーさんの声がボソボソ聞こえてきて、どうやったら隠れてないみたいな。多分合ってますね。大丈夫です。じゃあ大丈夫そうです。黒い今日来た。私の兄貴。兄貴？兄貴？なぜすぐ死ぬの？兄貴？兄貴？あんた身内もしかして。兄貴？あんた身内か？インポスターかな。違う違う違う。ノンノンノン。何を言ってるのかわけがわかりません。君も殺しちゃうぞ。もうアタキルできないよ。What？ それ言うなあれよ。どうしたらいいんだよ、トッシンさん。これ相方だったっすよね。うん、多分ね。はっちゃんがスパイよ。うん、なるほど。スクするか。じゃあどうせリアクターが来て波動砲が来る流れなんでしょう。そう。なんですか。なんだてめえ。やめてくださいよ。なんだてめえ。どうせ。何ですか？なんだやんのか？どうせリアクターが来て。
やっちゃえやっちゃえやっちゃえ、大丈夫大丈夫大丈夫、やっちゃえやっちゃえやっちゃえ、なんだろう、なんで聞こえてんだてめえ。いや、あのちょうど聞こえてましたよ。そんなバカな、恥ずかしい。八山、僕スパイで八山が目の前で切りました。お前完璧です。あー、なんでくのいちが落ちてるのに、はっちゃんスパイの上で切っちゃうの。もう完全に俺じゃないって。俺じゃないもん、俺スパイだもん。は遅すぎだろ。遅すぎって何も何もじゃあ俺スパイなのよ、本当に。何を言ってるんですか、本当に。もう腹立つ。いや本当に俺スパイだよ。まあ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 、お互いの意見を聞こうじゃないですか。公平にね、公平に。確かに。いや、もう俺から、うん、いいよ。いや、まあ俺普通になんかスナパイさんとポンズが喋ってて、で俺抜けたらこれですよ。いや、で俺スパイだもん。俺はなんかスナパイさんと八山がなんか喋っててから横通り過ぎたんだけど、ちょっとあの見えないぐらいの位置に行って切っちゃ切っちゃって言ってたら、あの八山が切ったから、あの戻ったら、解像度高い、戻ったら八山が切ってたんで、もう普通に通報入れました。まあ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 、ロラしかないよこれ。ちなみに、まあちなみにロラしかないっす。ポンズを釣って、はい、どっちかにリモシェツッコミが一番丸い、まあ、いいっすよ全然。まあでもトッシーさんくの位置で置いてたら、まあちなみにあの僕もうあの余裕で勝てると思ってますこれ、うん。一番最初バブケのことめっちゃ追っかけてたの分かる？あー、そう、めっちゃ怪しいなって思ってたんですよ。俺視界外からバブルに喋りかけてたんよ。あぶり出そう思って。それはね、それってでもインポスター、八山やってた。そ、そう、僕のなんか後ろ八ちゃんついてきて引き返したから、途中でクソ怪しいやんと思ったけど、まあいっかって思って。まあ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 、でもこれはポンちゃんが高いんだよな。ポンズゲー。おい、しすけど、ね。おい、チャゲぽよお前。おしおんもお前人間かおめえ、そんなにポンズの肩持って。そんなわけないじゃないか。まあロラしてくれるんだったらまあいいですよ。うん。ちゃんとしてよ。俺違うからね本当に。マジで。いやもう絶対そうだ。じゃあおしおんお前。お前ね。ちょっと考えればわかるはずなのに。お前そうみたいな言い方してる。おいパンツ貴様。お前やりやがったら本当に。ちなみにベイトでの通報入っちゃってるからこれ、ちなみに。あ、もう最悪。あ、そういうこと。この胸に信じて生きていた。すごく気持ちよさそうだな。ガキの頃。どうしたん？伝えないとって俺しかいねえのか。え、これサボも打てんのこれ。打っていいのかな。いいか俺。どうせトシンさん、サボ打てる？トシンさん、トシンさん、こういうサボ入れてくれない？まあ、いっか。あ、トトさん、あの僕あのベイトを切ってるんで、はい、通報入っちゃってるんで。あれ、そういうことでお願いします、としさん。あ、としさんじゃない、とださん、はい、とりあえず打ってくるわ、とりあえず打ってくる、よし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 、とりあえず打ってみる、とりあえず一発打ってみる。全然コミさんも入れてって言っても入んないから、全然当たらん、全然当たらん。ちなみに危ねえ、セットで聞かれるところだった、マジで。危ねえ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 。ういー、あれ、あー、同胞はどこですか。バブケじゃない、真ん中から上は来てないね。ハテナさん、キョウコさん、無理。うん、うん、おしおさんも無理。波動砲エンジンの上、うん、上なんだ。どっちから、うん、あれねか。結構ね、あのちょ太くなりかけみたいな感じだったから、多分メインホールぐらいからじゃないかなと思うけど。なんかね、メインかエンジンについてたよ。エンジンは
そうそう、僕とハテナさん、あと京子さんも後から来たけど、ハテナ京子氏は無理で、トータスバブル無理なんだった、チャゲさんしかないですけどね、僕目線。ワイシェリフやで。まあ、あってサイドキックってこと？まあ、そっか、じゃあ。確かに、あってサイドキック。うん、今ラインの可能性はラインかだけど、3、2だったら2のラインしか超えないけどね。え、京子さんはちなみに、あの、果て押し的には どっちから来てるの、京子さんは。左から来てるけど、無理無理。波動砲は絶対に無理。そうです。で、今、展望デッキで一緒にいるので、京子さんは。波動砲って左から来てるんですか？右です。メンジンにいて、メインホールぐらいから多分打ってる感じなんで。左に太くなってたんで。カメラちょくちょく見てたのは誰ですか？バブケ。ああ。じゃあ本当にそこは無理そうだね。え、本さんでこれ何ですか？え、ボタン。ミーティングボタン。ミーティング。うん。え？波動砲鳴ってる時ね、昇降機ついて昇降機から移動してるの見てるから。だから俺は無理じゃない。じゃあその主張があるんだったら、俺視点ポンちゃんは無理そうだなって。あ、違う違う違う、それハテナ。ハテナムービングで鳴った瞬間にエンジンからミーティングに移動してる。えミーティングいないけど、ボタン押してるけど、それ違ったで、ハテナ鳴った瞬間に飛んでってそのまま降りて、今宿舎前エンジンコックピットまで行けてる。ムービングで飛んでるのを推しを見てます。そんなに移動できる？できるできる。あれならチャゲさんだけど、チャゲさんカメラ見たときいた気がするんだよな、波動砲の時間。デナさんはないです。ムービング見てます。どっちだ？え、誰？なんとかなってるな。危ない、危ないよみんな。あ、怖いよ。ギリギリだな、ギリギリだな。トッシーさん、いるかな、入れてこれね。京子、何なんだ約束。言えねえよそんなの。なんでだよ、おい。でも殺さないで、殺さないで。殺さないでってなんでだよ。あなた殺せるんでしょ。やめて。殺せねえよ。全然殺せねえけど。あ、トッシーさん、ちょっとリアクターかなんか。ないとちょっとハドフォが打てないっすよ。はい、だダサ。あれ、もうボタンにすればやのに、これもダサいケーキがいました今。ダサいケーキ、ダサいケーキです。つまりダサいケーキです。誰に突っ込むか言わずに突っ込んでいきました彼は。はい。あ、そっか、ボタンにすればよかったら。確かに切れずにその場で卵になって肉片として転がってます。あ、卵だったなら間違いなくミーティングしてるよね。はい、この迷宮入り事件はジョインえ、誰に突っ込んだ？本当に迷宮入りです。言ってないんです。誰に突っ込んだ？言ってないんですよね。そう、多分バブルケーキは俺ら3人の名前で、この迷宮入り事件はって言ってブシュッて向こうで切って通報して、この僕が解決しましたよってかっこよく決めるつもりだったんですよ。この3人ってハテナチャゲオシオン。ハテナチャゲオシオンが見てるけど、この中の3人の誰かに飛ぶとは思えない、うん、じゃあ俺らの誰かに飛んでるね。じゃあね、そうだね。でハテナ的にはバブケとオタス無理って言ってたから、ポンズさんに飛んでるんじゃないかなって思ったから、うんうん、だったら ポンズさんが白になる。確かにね、チャゲさんは俺みたいになってたからね。でも京子さん打てないんですよね。打てはしない。え、これ切られたが、そのリモートセリフで切られた側って卵は見えないの？いや、飛んでってない、もうその場で、うん、飛ばずに卵になって、ミスってその場で弾けてる、ね、あー、そういうことね。え、あー、分かった。失敗しても飛んでて卵になるはない？こんな、それだったらその3人のうちの誰かに来てるってなるけど、そう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 、失敗しても飛んでってそっちで卵になるんだったらここにいたことになるなって思ったけど、うん、ただあの失敗してる人見たことないから分かんないっていうね、うん、そのままの立ち位置でパタンって倒れてたと思う。誰かの足元まで行って死体が落ちたって感じではなかった。あ、え、じゃあでもまあチャゲさんかポンズさんのどっちかだよね、確実に。うん、まあ、そんな感じは、まあ、スパイではありますけど。あ、そっか。まあサイドキックならわかんないよねって話よね、だからお互い。
だからまあ、でも実行犯を詰めた方が利はあるよね、村的に。でもそうなったら波動砲撃てるのが、ポンチャゲのどっちかだけど、強行果て直し読んで死人ミスしてるかじゃない。いや絶対ない、絶対ない、絶対ない、絶対ない。いやチャゲさんしかいないでしょ。いや俺じゃない。じゃあ誰がジャッカル、じゃ誰がいけるいけるいけるぞ、いける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 よー。あーでもまあこういう場面になると波動砲撃ちたくなっちゃう、すぐ。頑張ってください。小田さんはベイトです、今日から。はい、ほらトシンさん入れて、トシンさん。ほかいった、おほらいけた。おっちゃげさんは多分違うかな、今の感じ。え、でもおしおさん誰に入れたのじゃあ。僕ちゃげさんに入れました。どういうこと。けどそのその場にいたんで、その釣られてる時も声が聞こえてたので、釣られてる時に喋ってて、誰がじゃあ私いたのか考えてみてって、僕無理だよみたいなことを言ってて、うん。これポンズさん目線って、うん、そうポンズさん目線って赤に落ちてて、赤そう最初どうだったっけ、ね、うん、八山そうだ、赤に落ちてるね。でまあ波動砲が落ちて今サイドキックの方じゃない。でも波動砲絶対3人、波動砲ここ3、ハテナオシオン強行打ってない。トータスさんカメラでしたっけ。カメラ、あのバブケと2人ですよね。だからもうずっと一緒ですよね。ってなったらもうなんかポンズしかいないんだけどな。まあ俺落としとけば、あなんじゃない、かけさんが親の場合はさ、世に一人があるんじゃないの。ある、あそれもある。あそう、かけさんが親の場合の方が俺硬いような気がする。かけさんが打ってって感じじゃない。まあ打つ前に見た、かけさんってトッシンさん切ってるんだよね、セリフで。あそうじゃん、それ最親ではないじゃん。そうそう、でもそうそう、無理なんだよね。多分ね、多分チャゲさんは親じゃなくて、瀬戸さんが村長でチャゲさんに多分シェリフ渡してるんじゃないかな。シンプルこの中サイドキックいるかな、俺は目線だと。ねえ、ワンチャン、そのさっきその京子さんとハテナさんとアドオホを避けた時がそのエンジンでちょっと太くなりかけてる時で、多分メインから打ってると思うんですけど。でワンちゃんその弁当で昇降機の下飛べばポンズボタンを押せるなとは思いました。そんな時間あった。いやありましたよ結構。まあまあうちもあったんだって、そこそこバブケと話したら。じゃあそうそう、エンジンみたいな話はしたら、まあ必殺、僕も必殺フルオープンでいいんじゃないですか。僕はムービング強子とか怪しいと思うけど、ベイトずっと隠してるんで、なんかいや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 、強子何、私は強子さん言い踊んでんな。なんで言わないんだ。言えるか。え？恥ずかしいから言いますけど、クルーです。いやでも私本当に違うよ。これよう考えたら絶対俺なのに、これこれだってチャゲさんがシェリフで切ってんでしょ。じゃサイドキックないじゃん。俺しかないじゃん。波動砲ってんの俺しかないじゃん。じゃあ俺しかないって。ね、トッシーさんお願いだからサボ入れて、トッシー、トッシーさーん、ね、じゃトッシーさんお願いだから入れて。あっ、ね、てなんだよ、それが言えないよね。いいの俺入れて、これね、いや切る切る切る、もう切って勝つ、勝った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 、甘えなきゃ勝ち、甘えなきゃ勝ち、甘える甘える、一個甘えてみる、一個甘えた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 、勝った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 けど、勝った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 、打つ打つ、トッシーさんな、サボい、もうサボ入れろってこれ、もううなんかちょもう知らん、もうこれでもあれが勝つじゃん、トッシー入れろよ、ぼーっとしてねえで、あーやばいやばいやばい、なんかあのなんちゃらなんちゃらやつが勝つ、なんだっけ
あの絶対人外、絶対強固人外で、あのじもうくだらんくだらん、サボ入れろよトシ。そうそうそう、なんでこのサボ、なんだよこのサボ。負けた負けた負けた、最悪、もうそういうことか、そういうことか、バーティケおもろくねえ、なんだこれもすごいね、京子ナイスすごいっすね、もう、トッシュさんは一生サム入れてくんないし僕ね、ちょっと目に入ったものを声に出しちゃったんですよ、隠れる、隠れるって言ってたからうわ最後もういけと思って使ってしまったけどさ、サイドキックサボ使えんで。あ、そう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 、大丈夫、設定で。え、てかちなみにあの僕もサボ使えたんですけど使わなかったんですよこれ。あ、そうすいません、さっき一回使っちゃった前の、なんかね、いや普通に波動砲がサボタージュ使えるようになってる。そうなっちゃってるから、まあ別に使ってんから使ってもいいけど、ありがとうね。まあどっちでもいいって感じだったけど、オフにしますね。ごめんね。はい、ありがとうございます。配慮ありがとうございます。ナイス強行。